面真っ白な流氷に覆われたオホーツク海。北海道駐在の本田大輔バイヤー、彼の任務はひたすら美味しい食材を探すこと。この日は北見市の水産加工会社へ。こんにちは。こんにちは。どうもご無沙汰しております。ようこそいらっしゃいました。案内されたのはマイナス30度の冷凍庫。この中に目玉商品として狙っているものが紅鮭の切り落としですね。おお、いいですね、はい、でこれが時鮭の切り落としです。はい、なるほど、はい、これいいですね。次々と出てくる鮭の切り落とし、北海道の旬の味わい秋鮭に、初夏に水揚げされる季節外れの時鮭、時知らずとも呼ばれ、脂がたっぷり乗っていて一匹数万円で取引されることもある超高級魚です。全体的にね、物価が上がってて、まあその中でね、お安く美味しく楽しんでいただくために、この釜とかね、切り落とし用意させていただいてます。百貨店やスーパーなどに出荷されるのは主にお腹。一方、尾の部分や釜は比較的安く、ほぼ地元だけに流通しているそうです。気になるのはお値段。これじゃあ 500g 入って一袋いくらぐらいでいけます？一袋各ワンコイン500円で。500円、いかがでしょうか？500円いいんじゃないですか、いやめっちゃ安いんじゃないですかね。釜いいですね。釜や尾の部分は泳ぐのにヒレを動かすため、身がギュッと引き締まっているんです。そして超高級魚トキサケは700円でやらせていただきたいなと思っております。いやめっちゃ安いんじゃないですか、はい、特に鮭自体も時知らず脂が乗ってますし、身も柔らかいです。なので、あの、味もいいのでぜひ食べていただきたいと。はい、なかなか他ではない、絶対出せない、味も値段も大満足の本田バイヤー、商談成立。とここで終わらないのが名物バイヤーの腕の見せ所。ズワイガニの足です。なるほど、これもちょっとね、1本折れたりとかそういうところがあるんで安いんですよね。見つけたのは訳ありのズワイガニ、税込み3300円で。なるほど、やらせていただければ。はい、訳ありとしてもなかなか安くないです。安いです。1キロで3300円、お店で売られる平均相場より7割ほどお買い得なんだとか。海の幸の次は山の幸。北海道を横断して訪れたのは、札幌から車で1時間ほどの由仁町です。畑は一面の雪に覆われ、山の幸らしきものは見当たりませんが。あ、川端さん、本田です。大丸本田です。どうもこんにちは。ご無沙汰してます。お世話になってます。訪ねたのは15年前から米や小麦などを生産する農家の川端さん。あ、ありがとうございます。わあ、すごいですね。あ、これですか。はい、倉庫には大量のさつまいも。去年秋に収穫し、出荷の時を待っていました。その量なんと1トン。寒さに弱いさつまいもが
北海道で取れるんですか？昔やっぱり温度が足りなくてさつまいもあまりまあうまくなかったっていうところもあるんですけれども、近年あの暖かくなってきたっていうところとだいぶ栽培技術が向上してきたっていうところで北海道でもさつまいもができるようになってきたかなっていうところはあります。本格的に栽培を始めたのは2017年、特産品に育てたいと由仁町とお隣栗山町の若手生産者がタッグを組みました。ブランド名は2つの町名をもじってゆっくり芋。しっとり感があって甘みもね、はい、繊細で、はい、風味がいい甘さですね。ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。寒い北海道での挑戦、保存方法に高い壁がありました。収穫した後がすごいデリケートで、寒さに当たるとすぐ腐ってしまうものですから今は保管できてるんですけど、作った当時はそういう施設とかもなかったので、すぐ売らないと腐ってしまうっていうところが大変でした。冬の間も出荷できるように温度と湿度を保てる倉庫に改装しました。努力が実り、去年の収穫量は前の年の 1.5 倍にアップ。冬も注文が増え、ゆっくり芋の知名度も上がってきました。僕もこういう北海道で美味しいさつまいもが取れるっていうことも知ってほしいなっていうふうに思ってます。どうやったらゆっくり芋の魅力を関西の人に届けられるか。ホンダバイヤーにはある秘策がありました。それは新しいスイーツ。シェフどうもお疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。訪れたのは札幌市のスイーツ店。創業90年以上の老舗製菓店が営み、ゆっくり芋も扱っています。旬の野菜や果物を知り尽くした木村シェフ、ゆっくり芋の美味しさを引き出してもらうにはこの人しかいない。ホンダバイヤーが依頼したのはスイートポテト。ゆっくり芋なんですけど、やっぱり本州のさつまいもとはまたちょっと違いますか？そうですね、やっぱり北海道で採れて寝かせてるので、はい、甘みも全然違うと思いますし、特にスイートポテトとかにした時はもろそういう糖度が出るので、はい、道産はやっぱ美味しいです。秋の収穫から3ヶ月以上倉庫で寝かし、糖度が増していることに注目。さらにミキサーでもピューレ状にはできるんですけど、やっぱり手でこさないと繊維質がいい感じに残らないので、あと糖度も違います。木村シェフがこだわるのはゆっくり芋の素材を生かした食感と甘さ。うわー、きれい、きれい。美味しい。芋の食感は残りながら、この甘みをそのこう引き立てるような作り方というか、後味の甘さはもうゆっくり芋じゃないとこれは出せないので。野菜を知り尽くした木村シェフも太鼓判を押すスイートポテトが焼き上がりました。しかし貪欲なホンダバイヤー、これだけでは終わりません。ホンダバイヤーの姿は札幌で人気の洋菓子店に。まだまだ美味しくなるんじゃないですか。オーナーシェフ中本さんはホンダバイヤーが絶大な信頼を置くパティシエの一人。
神戸の老舗洋菓子店で15年間修業し、9年前故郷北海道に自分の店をオープンしました。バターとこのさつまいもってね、僕相性いいんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、どうですか社長。あの北海道バターとさつまいもも最高の相性ですね。商品開発しているのはゆっくり芋を使ったあんとバタークリームをクッキーで挟んだバターサンド。今回はかつての修行先神戸の師匠にクッキー作りを依頼、共同開発することに。自分の師匠にですね、佐野さんに美味しいクッキーでこういうことをやりたいんですって言ったら、よっしゃ分かったと一緒に開発しようということで、前回神戸に渡って何回かやり取りをしながら、中本シェフはゆっくり芋のあんを担当、全力で臨みます。ゆっくり芋に北海道産の白あんを合わせます。いただきます。さつまいものこの食感の良さはそのままに、この白あんのね、豆の風味とほんのりとしたこの甘さ、はい、これがまあ食感を含めて絶妙に合いますね。一方、神戸市の洋菓子店レイブドシェフ、中本さんの師匠佐野康夫さん、あんを挟むクッキー作りに取り組みます。もう本当に3ミリぐらい、厚さによってこう全然食感が違いますので、はい、なんか師匠と弟子っていう関係って今なかなか難しい時代になってきてるんですけど、一緒に共に苦労した仲なんですけどね、はい、嬉しいですね本当に、はい、こだわったのはクッキーの食感。ゆっくり芋との相性を中本さんと研究してきました。はい、はい、まあ、素材の良さを生かすということだと思うんですけどね、美味しさは香りやなと思う、はい、師匠の佐野さんが焼いたクッキーと札幌の中本さんが作ったゆっくり芋のあんが一つになります。おいしい、北海道と神戸をつなぐ絶品スイーツが完成しました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いいのできましたね、はい、はい、楽しみにしてます。はい。